こんにちは、プロトリフチャンネルです。こちらもう皆さんご存知ですよね。黄色いベル型の可愛い花、サンダーソニアと言います。夏に向けて伸びながらつぼみが順番に咲いてくるという半つる性の植物です。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をします。水は乾いたら、肥料は次々と伸びながら花を咲かせてくれるので、液体肥料を生育期間中月2回ぐらいやってやるといいと思います。なんとなく難しそうな植物ですが、特別な手入れはありません。ただ冬球根凍らせてしまうと球根腐ってしまいますが、それ以外は特別な手入れをしなくても毎年倍と球根が増えていくので、とても扱いやすい植物です。花持ちもいいので切り花としても楽しめます。庭植えでも鉢植えでも楽しめる非常にユニークな姿をしたサンダーソニア、ぜひ育ててみてください。